こんにちは、美容家の夏美です。今回は久しぶりにメイク動画を撮っていきたいと思います。今回は血色感と透明感をテーマにメイクをしてみました。これから冬に向けてどんどん乾燥が進んでいくと、お肌がくすんでどんよりとした印象になりがちです。なので、血色感と透明感どちらもメイクで仕込んでいきたいと思います。今回もすべてコスメキッチンでお取り扱いのあるナチュラルコスメだけを使ってメイクをしてみました。では早速メイクを始めていきましょう。では早速メイクを始めていきたいと思います。まずは下地から塗っていきます。ナチュラグラッセのメイクアップクリームカラープラスのラベンダーピンクを使っていきます。こちらはカラー補正のできるメイクアップクリームで、私は血色感をプラスしたいのでラベンダーピンクを選びました。こちらはナチュラグラッセの冬のベースメイクのコフレに入っていたミニサイズのものです。下地としてはもちろんこれ1本でライトなファンデーションのように使うことができるのですごく重宝しています。日焼け止め効果があるので首にも塗っていきたいと思います。首元はシワがとっても気になるので、なるべく摩擦をかけないようにハンドプレスをしてのせていきます。下地を塗った後は部分用のファンデーションも使っていきたいと思います。同じくナチュラグラッセのブライトタッチリキッドのピンクベージュです。こちらのピンクベージュはくすみをカバーしてくれるので、目の下のクマやまぶたのくすみなどに使っていきます。こちらはまさに部分用という感じで、塗ったところにピタッと密着してしっかりカバーをしてくれるような印象がありました。こちらは目元のお悩みカバーに特化しているので、私みたいに下地を全体的に塗った後にコンシーラーで目元だけカバーをしているような人にも使いやすいなというふうに思います。はい、クマやくすみをカバーした後はムーのスキンスムーザーを部分的に仕込んでいきたいと思います。こちらは毛穴下地なので、テカリやすいところとか毛穴が目立ちやすいところに塗っていきます。こちらを使うとお肌の表面がサラッとするので、私はアイシャドウをつける前の、アイシャドウベースとしても使っています。続いては、お肌に透明感を仕込んでいきたいので、ナチュラグラッセのタッチオンカラーズのパールのシアーブルーを使っていきたいと思います。こちらは鼻筋や目元などハイライトのように使っていきます。こちらはアイシャドウなので、もちろんまぶたに使ってもすごく可愛いんですけど、追加でお肌に透明感を後から足せるっていうのがすごく使いやすくて気に入っています。私は結構これをポーチの中に入れてよく持ち歩いていて、外出先でくすみが気になる時に、お直しとして使ったりしています。続いてアイメイクをしていきたいと思います。使っていくのはトーンのペタルアイシャドウの18番のお色味ですね。こちらのラベンダーカラーをアイホール全体にのせていきます。ほんのり紫色ですごく可愛いです。続いて同じくトーンのペタルアイシャドウの28番を使っていきます。こちらはベージュとブラウンを混ぜるような形でブラシになじませてもらって二重幅にのせていきます。ベージュとブラウンを混ぜることで柔らかい発色になります。そして先ほどのラベンダーカラーを二重幅の境目のところになじませてちょっとぼかしていきます。より自然な目元になりました。続いてアイブロウも同じペタルアイシャドウの28番を使っていきたいと思います。
アイシャドウと同じ色味を使うことでメイクに統一感が生まれます。お顔の印象がちぐはぐになりやすい方はぜひ色味を統一してメイクを楽しんでみてください。続いてはチークでほんのり頬に血色感を足していきます。ナチュラグラッセのタッチオンカラーズのパールのブラウンを使っていきます。こちらはいかにもチークをつけましたっていう感じの仕上がりにならないのですごく使いやすいです。でアイメイクは最後にマスカラをつけていきます。おなじみのアネリアナチュラルのトリートメントマスカラブラウンを使っていきます。ブラウンのマスカラはこれを使うようになってから1回も他のブランドを使っていないというくらいお気に入りです。繊細で華奢なまつげに仕上がります。マスカラをした後に全体的に見たらもうちょっと目の下明るくキラキラさせても可愛いんじゃないかなというふうに思ったので、先ほど使っていたトーンのペタルアイシャドウの18番のスパークルイエローをのせていきたいと思います。イエローといってもどぎついイエローではなくってレモネードのような淡いお色味ですね。はい、ではアイメイクが完成したので最後にトーンの、ペタルエッセンスカラーバターの4番を使っていきたいと思います。今回のメイクはアイシャドウから先に決めたんですけど、リップは絶対ピンクにしようって思ってました。トーンのカラーバターはすごい保湿力もあるし長時間つけていても荒れないのですごく気に入っています。はい、こんな感じでメイクが完了したので、ヘアスタイルを整えて着替えていきたいと思います。で髪の毛はメイクの前のスキンケアの時に手に余ったオイルをなじませていたので結構ツヤ感と束感が出てますね。追加でジョバンニのフリッツビーゴンヘアセラムを毛先になじませておこうと思います。最近は髪を巻かずにシンプルなウェットヘアを楽しんでいます。はい、でアクセサリーはシンプルで華奢なゴールドのネックレスとイヤーカフをつけていきたいと思います。こちらは以前もご紹介した北欧ジュエリーのマーク・ミレンのネックレスです。そしてイヤーカフはユーバイスピック&スパンさんと松田未来さんがコラボレーションしたものを気に入って使っています。いつもと反対の耳につけようとしたらなんかうまくつけられなくって何回もリベンジしました。はい、無事につけられました。こちらのイヤーカフはすごく華奢なんですけど、遠目から見てもすごく存在感があって可愛いのでお気に入りです。はい、で最後にお洋服の紹介をします。こちらは Vlog でもご紹介したんですけど、カトリン東京のワンピースを着ています。上品なサテン生地ですごく可愛いです。先ほどのメイクで使っていてタッチオンカラーズのシアーブルーがこのワンピースとすごい合いますよね。このワンピースとメイクの相乗効果で透明感が増したような気がします。はい、こんな感じで今回のメイク動画は以上になります。皆さんも透明感と血色感と淡い色味の組み合わせのメイクをぜひ楽しんでみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。